シネマチックやね。どうでしょうか、ね、ここどうでしょうかね。絶対波長大きいよねこれね。ただ自分がね、楽しいようにやったらいいの。演劇好きの皆さん、おはようございます。どんちゃんでございます。今日はね、シネマティックモードでシネマティックに動画を撮っていきたいと思います。このモードはね、ちょっと背景をボケていい感じに見えるというモードです。どうでしょうか。かっこいいですね。はい、一眼レフのような質感でお届けしております。っていうところで、今日はね、ゼラニウムチャンピオンシリーズ、オランジュとロージー、こちらね、前回紹介しましたけれどもね、可愛いですね。前回の動画まだ見てない方はね、ぜひ見てほしいです。 PW アンバサダーねとして苗が送られてきたとよ。それをね、紹介してるから、ほら葉っぱが可愛い。葉っぱが、ほら葉っぱがいいでしょ。葉っぱがね、そう、葉っぱが可愛いのよって10分以上話してるから、ぜひその動画をまず見てください。そして今日はこれを植え付けしていきたいと思います。楽しんでやっていきましょう。はい、というところで、今日はね、ゼラニウムの植え付けをやっていくんだけど、ゼラニウム、加湿に弱いらしいから、僕が今いつも使ってるコメリの培養土、あれね、結構ね、水はけ良くて水持ちもいいから、まあ、それだけで使っていこうかな。赤玉土混ぜてもいいけど、赤玉土入れるとね、保水性がちょっと上がっちゃうのよね。水はけもまあいいけど、まあ培養土だけでいいのかなというところでやっていこうかなとは思っております。で、植え付ける鉢はこちら。はい、僕の大好きなスリット鉢。スリット鉢のちょっと大きいよね、これ7号に植えていこうかなと思っております。7号大きかね。大きいわって言われると思う。うん、僕ね、分かってるのよ。2、3回り大きいのに植えてくださいっていうのはね、まあ園芸の鉄則。あんまり大きくしてもね、あんま意味ないのよね。水の乾きも悪いし、タラですよ。僕看護師してて、植え替えがそんなにできんとよね。そうだから、大きい鉢に植えてしっかり根を回してあげて管理していく。水やりの感覚とかはだいたいわかるから、その鉢の大きさ、土の量で看護師というなんか変則菌もカバーしていく、そういうスタイルでやっていきますので、あなたがね、もしゼラニウムを植えるとなった場合は、ちゃんとした適正なサイズの鉢がいいと思います。こんな7号の鉢に植えちゃいかんと思いますけどね。こんなにちっちゃいから、苗が。じゃあ早速カメラを近くにして楽しんでいきましょう。はい、やっていくよ。シネマティックやね。どうでしょうか。なかなかおしゃれな映像になるね。今日もね、素晴らしい天気。カラスも鳴いてて、気温はね、今多分20度前ぐらいかな。素晴らしい天気に新しいゼラニウム植えるんだからね、え、幸せでしかないですよね。もう共感してくださる方はぜひグッドボタンを押してください。下のこういうやつね、グッドボタン。なんかね、ほんと園芸しててよかったなと思うもんね。苦労はいっぱいあるけどね、それ以上に幸せだし、お金かけても全然後悔しないし、お金かけるなら園芸、全てを園芸に僕は投資をしております。で、この YouTube をすることによって皆さんと交流できるから、ぜひコメントもしてくださいね。ライブ配信もね、最近やってますから、ぜひ。はい、じゃあ早速植えていこうかな。いつもね、紹介してるコメリの培養土って、これです。プランター培養土、これね、これいいから。ほんとちょっと高いけどね、めちゃくちゃいいのよ。これしてたらもうね、安心です。何でも育ちます。じゃあちょっと土をじゃんじゃん入れていこうかな。で、スリット鉢は穴が開いてるけど、じゃんじゃん入れてたらね、隙間埋まるから入れます。まずね、横から溢れてくるけどね、水とかやってたらしっかり固定されるから心配いらんですよ。さあ、根っこのね、金にはマガンプを入れておきましょう。大粒を使います、今回は。植え替えをちょっと長くやらないと仮定してね。蚊がおる、まだ、おい、蚊がまだおるんだか、巣まで蚊がおるんですか。さ
さあ、一流の入れ方でこの感じでカーメンくんコラボしてください。はい、ね、袖に全部入ってたね。でちゃんとね、根が当たるところにマガンポ入れないかんです。こういう時間を作ってくれるね、植物に感謝です。はい、ちょっとマガンポ入れたところでもうちょっと土を入れようかな。この土にもね、肥料入ってるから、まあ入れなくてもまあいいんだけど、ちょっとやっぱ物足りなさはあるからね。で、環境性肥料とともに液肥でブーストをかけてあげるという感じでしょうかね。ゼラニウム本当育てたことないから、ぜひコメント欄でおすすめの方法があったら教えてほしいです。もうすでにね、間違ってる可能性があるからね。一応調べたんだけど、もっとねいい方法があるっちゅうパターンもあるから、スーパーゼラニウムチャンピオンオランジュ、こちらを見ていこう。根っこどうでしょうかね。こんな感じ、こんな感じね。さあ植えていこう。植えていく時間もこれでほとんど終わりだけどね。まあ根鉢もね、ちょっと崩さんで良さそうだし、ちょっと型だけ落としとこうかな、少しね、ちょこっとだけ。で枯れた葉っぱ取っといて。絶対鉢大きいよねこれね。でも本当にね、植え替えする暇がないのよ。まあでもいろんなやり方があっていいんじゃないかなと。僕のね、園芸スタイルはこういうスタイルで、皆さんの園芸スタイルはまたね別にあると思うから、皆さんの園芸をやらないかんですよ。人が言ったからどうのこうのじゃなくて、自分の園芸やってください。これ大事。今日のね動画で一番大事なポイント、自分の園芸をやる。人から言われたからいろいろやるんじゃなくて、自分の園芸をやりましょうということを僕はずっと言ってきております。まあ基本はねあるけど、全部が全部ね、人がああ言ったからこうせないかんで、ああとか言ったら本当に誰のためにやってるか分かんなくなるからね。例えば有名な人がね、こうせないかんですよみたいな言って、あ私もそうせないかんなみたいな、でも実際やったけどあれうまくいかないのは私のせいなのかな、園芸がダメ、下手くそなのかなとか思って、ああちょっとやる気がなくなったってやめる。はい、これ一番最悪のパターンですね。自分の園芸、やりたい園芸やって学んでいく、それが一番だから。もし枯れてもこのやり方だったら枯れるんだな、あじゃあ次このやり方やってみようよみたいな、そういう感じでいいと思いますよ。自由にやりましょうよ、園芸ぐらいね。日々いろんなしがらみにとらわれて生きてるんだから、園芸ぐらい自由にしたっていいじゃない。ほんと皆さん毎日お疲れ様でございます。いろんなルールに縛られていろいろあるよ、園芸もね。今 YouTuber がいっぱいいるから、いろんな YouTuber がいろんなことを言ってるから、頭もうパンパンになってる人多くないですか。多いでしょうね。情報社会だから、もういろんな人がいろんなこと言うから、実際どれ正解なんていう、そういうね問題が出てくるのよ、どうしても。だから自分がね楽しいようにやったらいいの、それで OK。 よし、はい、オランジュちゃん喋りながらあっという間に植え替え終了しましたんで、刺しときましょう、ブスッと。楽しみやね、ゼラニウムの成長、これだよ。じゃーんと、はい、植え付けが終了しました。これです。じゃあ次ロージーちゃん植えていこうかな。ロージーカモンの前に土入れていこうね。ちょっと土入れるのが大変だからざーっと入れるよ。いやー、それにしてもね、培養土めちゃめちゃ使うね。僕ね、何袋買ったかな今年。25リットルの培養土を多分ね、今はね6袋か7袋も買っとるもんね。すごい速さよこれ。一流で、一流でちょっと入れていく。ちょっと多かったけん混ぜるね。そう、6、7袋買ってラナンキュラスも全部植え替えたし、今年はね植え替え祭りなのよ。でちょっとこの土はね見てほしいんだけど、ほら見える、これもうね赤玉とかしっかり入ってんの、すでに。これがね
コメリのいいとこ、もうコメリ最高、まあ、コメリの提供じゃないからね、全然もうちょっと仕入れようかな。でスリット鉢ね、いいとこあってね、高植えができるのよ。他の鉢よりも水はけいいから、水スッと抜けるからね、ウォータースペース作らんでも割とねいけるっていうのをね最近気づいた、最近というか結構前からね気づいてたから、土がねいっぱい入るんだ。だから土がいっぱい入るっちゅうことは根が回るスペースが増えるっちゅうことだからいいのよね。スーパーゼラニウムチャンピオンロージー植えていくよ。根っこ見てみようか。もう蚊が折ってかゆかね、端が。11月3日ですよ今日。蚊がまだ折れてるね、あったかいから。ほらこれです。ちょっとシネマティックモードピントが合いづらいね、これね。根っこはこんな感じ。はい、あんまり崩さずに植えようかな、重心合わせてね。まあ、根っこはねこれからどんどん生えてくると思うから、こんなもんでしょう。周りにね土を入れていこう。今日11月3日で、今日から世間は3連休ですね。皆さんなんかお出かけしますかね。植物園とか今気持ちいいんじゃないやろうかね。ちょっと今年見損なったけれども、コスモスは終わりかな。もう終わってるよね、もちろん。キリンビール今年いかんやったな。地元がね、僕立ち洗いだったのよ、立ち洗い。もうちょっと引っ越しちゃってね、実家がね。だから天城の方にあんま行かなくなってから、キリンビールもね行ってないんですよね。去年行ったか、去年。そうだけん、ちょっとねコスモスが綺麗な映像をちょっとお届けできなかったけど、まあね、こういう僕の素晴らしい城で植え替えする動画でも十分でしょ皆さん、ね、十分という方はグッドボタンを押してください。いろんなね園芸店巡りとかしたいんだけど、なかなか大変なの、園芸店撮影するってね。許可も取らないといけないし、なんかお店の人にもなんとなくこう悪い気がするし、なんかね気が乗らないというか、その素晴らしい映像撮れるのは分かるんだけど、やっぱほらそのお店のイメージだ、そう伝えたいことだ、それもほら僕が撮影した編集とかでちょっと変わってくるかもしれないから、皆さんもねいろんなエフェクトとか鬼塚とかね見たいと思うんだけど、なかなかね前ほどちょっとこうガンガン撮影っていう、こう気にならないのよね。だからちょっとなんかね、いつも変わり映えしない動画をアップしてますけど、これからもね本当にどうぞよろしくお願いします、ね、というところで、はい、ゼラニウム植え付け完了しました。こちらかわいいね。で札をちゃんとつけとかんとね、わからなくなるから、札も刺しときましょう。はい、というところで植え付けが終了しました。かわいいね、葉っぱがね、植え付けするとなおかわいくなるね。で今回は7号という超でかい鉢に植えたことによって、水持ちはいいけど水はけ問題とかそういうのはね、水やりでコントロールするということになると思います。いやこれからねどんな風に大きくなってくるか、随時ね動画でお届けしたいんだけど、他にもねPW さんからもらった苗いろいろあるので、もうその経過報告もね随時していきます。ゼラニウムはねめちゃくちゃ楽しいと思う。これから大きくなって 40-50cm になるかね、これぐらいになると思うんだよね。葉っぱ、わさ、花、パン、かなり盛り上がってくると思う。ラナンキュラスラックスが咲く頃にゼラニウムちゃんは咲くのかな、ロージーちゃんとオランジュちゃんも咲くのかな、ちょっと後かな。まだ早春って書いてあるから、早春って何月なんやろね、3月の初めか、まあ、それぐらいかなと思うけど、楽しみやね。ぜひねチャンネル登録していただいて、この経過もね楽しみにしていただければなと思っております。どんちゃんの他にもねたくさん動画上げてますので、ぜひね他の動画も見てみてください。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。